こんにちは、社畜です。はい、今日は本当に仕事帰りっていうか、リアルに今日は疲れてまして、喉がカラカラなんで、ちょっと帰る前にいっぱいやって帰りたいんですけれども。おや、串カツ田中がありますね。さあ、というわけで串カツ田中にやってまいりました。初めて来ました。キャベツおかわり自由、最高。あー、プレモルが出てくると嬉しい。美容院で出てきた水がエビアンだった時に似てるよね。似てないね。そうだね、そもそもそんなに美容院行ったことないからわからなかったね。俺30超えるまで美容院行ったことなかったよ。あー、本当にお疲れだったみたいですね。さあ、まずはキャベツをつまみに飲んでいきたいと思います。このね、コロナの影響なのか何なのかわかんないですけど、このね、ソースをつけるタイプじゃなくてかけるタイプに変わっておりました。こういうパリピ系アドベンチャーシステム注文できません、私は。みんなのね、視線集めちゃうから恥ずかしくてできませんよね。さあ、そしてドテニーがやってまいりました。ドテニー、宮迫愛が早く出せるって言われたんですけど断りましたね。こういうの頼むと負けた気がするんでね、なんかね。さあ、七味をかけて。ドテニーとモツ煮の違いってのは何ですか、皆さんね。え、ドテニーのドテって何なんですか。ドテで煮てたからドテニーなんですかね。じゃあ沼で煮てたら沼煮ですかね。え、沼で煮るんですか。さあ、串カツが来る前に飲み干していきたいと思います。酒もつまみもない中でキャベツでつないでいきたいと思いますね。え、物販終わってライブまで五右衛門に行っとくみたいなね、横浜アリーナのパターンね。幕張メッセだと一回駅の方に戻ってね、なんかいろいろ見てもいいんですよね。さあ、ガリチューなるものがやってまいりましたよ。大阪名物だそうですけども、ぎっしりとそこにガリが溜まっておりまして、ガリたっぷりでござんす。さあ、どういう味がするんだ。俺初めて飲んだこれ、独特の味としてるよね。多分もう飲まないと思います。さあ、そしてやってまいりましたメインイベント、5人組アイドル串カツ5。牛椎茸わかんない、紅生姜ネギ、なんでセンターわかんないんだよ。ごめんなさい、ここに直接かけていいのかわかんないかったんですけども、間違ってたらごめんなさい。まずはデビューからずっとフロント牛串ちゃん、その万人受けするルックスとダンススキルでグループのパフォーマンスを支えている、最高、つまり美味しい、かわいい。続きまして、しいたけちゃんやってまいりました。前作に続いてのフロント入り、最高。学業との両立をしつつレッスンに励む姿をファンの心を打ちます。ニックネームはしーちゃん、ミスチルが好き、つまり美味しい、美人、ガリ中で流し込む。さあ、そして私の推しのネギちゃん、2期生から唯一のフロント入り。普段はおっちょこちょでポンコツな面が目立つが、実は歌がうまい。加入当初長かった髪をバッサリ切り周囲を驚かせたら、ショートカットが似合いすぎてて大好評、つまり美味しくて可愛い。そして紅生姜ちゃん、今作で休業から復帰し、すぐフロント入りの人気メンバー、その高い歌唱力と愛らしいルックスでグループの人気を支えている。握手会の対応も抜群で、その高いプロ意識には頭が下がる、つまり美味しい、そして好き、最高。最後にセンターの山芋ちゃん、最年少ながら9作連続でセンターを務めている。彼女から発される言葉にはどれも力があるが、僕は芋だというセリフはあまりにも有名で JK の間で大流行、つまり神、最高、僕は芋だ。はい、店でついているテレビを見ながら普通に飲むおっさんです。ただのおっさんですね。坂道系の番組見る以外で普段テレビ見ないんでね、すごい新鮮でした。ただね、出てる人が半分以上分かんなかったので、なんかあのぽっちゃり面のタレントさん誰なんだろうなっていう、全然分かんなかったですね。後ろのホッピーで飲んでるみたいだよね、これね。だから残しましたよ、ここ。あ、ごめんなさい、一人なんで飲んでこんなことしか言えないです、すいません。さあ、誰がそのガリを潰すのか。新曲8月21日リリース、ガリ中を飲み干していく、最高。そしてここでグループ内ユニットの登場だ。ねえ、アスパラとナスとエビでございます。頭文字を取って ANE 姉、ちょっと大人なお姉さんグループだ。ナスミちゃんはその王道のルックスらしからのおてんばキャラでグループのキャプテンも務めている。美味しい、そして美人、お嬢様、美しい。エビちゃんはグループナンバーワンのビジュアルの持ち主で、一番最初に写真集を出した人気メンバーだ。おっとりとした性格に似つかわしくない高い演技力で注目もされている。そして最後にアスパラちゃん、
もう説明はいらない言わずと知れた人気メンバー。スラッとした長身と小顔でモデルも務める彼女はクールな見た目とは裏腹にグループ思いの熱いハートを持つことで知られている。つまりハイボールによく合う。ハイボールウィー、キャベツウィー、キャベツの代わり最高。朝日奈央ちゃんがスタジオでね、峯岸みなみちゃんが VTR 出演する時代になりましたよ皆さん、ね、アイドルの世界は乗車必須でございます。芸の世界も諸行無常、ね、それでもおじさんは毎日飲んでいきます。それだけは変わらない。今日も酒はうめんだ。それでいいじゃねえか。ハイボールをグビグビ飲み干していく。おいしい。館長、五本指館長。はい、というわけで串カツ田中最高でした。で、作飲みにも最高でしたし、店員さんが視聴者の方がいらっしゃいまして、非常に良くしていただきました。ありがとうございました。非常に美味しかったです。というわけでご視聴いただきありがとうございました。さよなら。